前情提要，在上一次影片非 BL 男角二选一中，最后选出了瓦妮塔斯角色。今天我就要模仿瓦妮塔斯的台词打电话给日本朋友，实测他们听到后会有什么样的反应。俺の名はバニタス。蒼月の吸血鬼よりバニタスの書と名前を受け継いだただの人間であり、かつて蒼月の吸血鬼に血をすすられ、その力の一端を体に埋め込まれた青き月の眷属だ。おい、いい加減にしろ。さすがに調子が狂う。何か文句があるならはっきりと言え。君に怪我がないならそれでいい。気をつけな。俺は俺のことを好きになるような奴には全く興味がない。いい、やはり君といると心が躍る。血が欲しくなったらいつでも俺に言え。好きなだけ君にくれてやろう。好，接下来第一个要打给我们 EBUSMA 的 Pistol さん。こんにちは。何ですか。あのね、ちょっと。何ですか。俺、自己紹介してもいいんですかね。どうぞ。何自己紹介って。ずっとこれ言いたいんですよ。行くぞ。なんだ。俺の名はバニタス。草原の吸血鬼よりバニタスの書と名前を受け継いだただの人間である。わかる。なんだそのネタは。バニタス株式会社かよ。そしてかつて草原の吸血鬼よりに血をすすられ、その力の一端を体に埋め込まれた青月の眷属だ。ダメだ、尻尾中二病になっちゃった。あ、元からか。おい、いい加減にしろ。さすがに調子が来る。何か文句があるならはっきりと言え。中二病。ごめんなさい。ペオさん、君に怪我がないならそれでいい。気をつけな。なんか今日の尻尾気持ち悪い。やだ。いやいやいや、俺は俺のことを好きになるような奴には全く興味がない。 BL 始まった。違う違う違う。ああ、中二病吸血鬼死神 BL。 いい、やはり君といると心が躍る。血が欲しくなったら、血が欲しくなったらいつでも俺に言え。好きなだけ君にくれてやろう。全部飲むわ。俺死ぬよ。さよなら。さよなら。接下来打给刘哥さん。え、ちょっとね。うん。いつも言いたいんだ。お。俺自己紹介したい。したいよ。うん。うん。今から行くね。おう。俺の名はバニタス。草原の吸血鬼よりバニタスの書と名前を受け継いだただの人間である。かつて草原の吸血鬼に血をすすられ、その力の一端を体に埋め込まれた青月の眷属だ。何のアニメ。おい、何のアニメか分かんなかった。おい、いい加減にしろ。さすがに調子が来る。何か文句があるならはっきりと言え。言え。何のアニメか分かんねえよ。え、ちょっと、まだだよ。え、ちょまだ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 。分かった分かった。リョガさん、君に怪我がないならそれでいい。気をつけな。怪我がないよね。ありがとう。大丈夫？あ、よし。なでなで。オッケーオッケー。実はね、俺のことを好きになるようなやつには全く興味がない。じゃ嫌い。かわいすぎない？あれを。な。いい。やはり君といると心が躍る。やべえやついる。
龍河さん。なんだ。血が欲しくなったらいつの俺に言え。好きなだけ欲しい。好きなだけ君にくれてやろう。欲しい。どれくらいの血が欲しいですか。尻尾が死ぬまで。死ぬまで。じゃあ100万円です。いやです、ありがとうございます。ありがとうね。100万円、100万円ありがとう。違う、 俺にくれよ。 俺は血開けるから。ありがとう。あ、リカンで血と100万円ありがとう。接下来だけ咲夜さん。はい、もしもし。もしもし、さくやさん。うん、さくやだよ。あのね、ちょっと聞いていいんですか。いいよ。俺の名はバニタス。蒼月の吸血鬼よりバニタスの書と名前を受け継いだ。ただの人間である。かつて蒼月の吸血鬼に血をすすられ、その力の一端を体に埋め込まれた青月の眷属だ。そうか、俺は赤月の眷属じゃなく俺が本体。そんな眷属に俺はやられはしない。おい、いい加減にしろ。さすがに長寿が来る。何か文句があるならはっきりと言え。咲夜さん、文句？うん、眠い。え？そっか、君に怪我がないならそれでいい。気をつけな。俺は俺のことを好きになるようなやつには全く興味がない。俺もお前には興味がない。悲しい。いい、桜さん、いい。やはり君といると心が踊る踊る踊る。あのさ、桜さん。なんだい。血が欲しくなったら断れ。あや血が欲なんだい。血が欲しくなったら嫌だ。いつでも俺に言え。好きなだけ君にくれてやろ。嫌なの。嫌だ。ん、お母さん吸血鬼じゃないの。俺は吸血鬼だ。そうだよ、血欲しいよね。お前の血なんていらない。